ジョン・ネビルはイギリス出身の俳優である。1925年イギリス・ロンドンに生まれる。イギリスの男子校で教育を受け、その後イギリス海軍へ従軍。退役後は王立演劇学校で演劇を学び、俳優活動をスタートさせた。徐々に舞台で役者としての頭角を表し、ロンドンにある劇場オールド・ビッグシアターが主催する劇団の正式メンバーとなり、 シェイクスピア劇のロミオとジュリエットやリチャード二世などの演目への出演で注目を集めた。1961年にはノッティンガムを拠点とする劇団ノッティンガムプレイハウスへ移籍し、そこでも舞台俳優としての功績を残した。1972年には活動の場を広げるために家族と共にカナダへ移住。1973年にはエドモントンにある劇場で 芸術監督に就任し、1978年までの5年間同役を務めた。それ以降も、テレビドラマや映画で役者活動を続けるかたわら、芸術監督として、ネプチューンシアターなどの劇場で芸術監督として働いた。1988年に、テリー・ギーリアムが監督した、バロンでタイトルロールでもあるバロン・ミュンヒハウゼンを公演。同作品でも注目され、 アメリカの作品にも多く出演するようになる。日本でも特にドラマシリーズ X ファイルでの影のあるシンジケートメンバーの一人としても知られている。それ以降も様々な役柄で多くの作品へ出演し俳優としての地位を確立した。1949年にキャロリン・レビルと結婚し、二人の間には6人の子供が生まれた。晩年は アルツハイマー型認知症を患っており、カナダのトロントで暮らしていた。そして2011年11月19日に自宅で死去。86歳だった。ありがとうございます。